ポッヘンは、ポッホポッホシュピールともいい、ドイツの非常に古くから、あるトランプを使った賭博である。フランス語では、ポークという。三つのミニゲームからなり、第二の部分が、ポーカーの原型にあたる、可能性がある。それ以外の、第一と第三の部分は、ポープジョーンと共通点が多い。ポッヘンは1441年の文献に見える、西洋のトランプゲームとしては、 最古のものの一つである。本来は賭博であるが、現在はほとんど現金がかけられることはなく、家庭用ゲームに変化している。ドイツ語でピコンとは文字通りにはノックすることを意味するが、ここでは第二のミニゲームにおいて自分の手の良さを自慢するという意味で使われている。イギリスにブラグという名前の同様のゲームがあるが、これも同じ意味である。競技者の数は3人から6人まで。 通常のトランプのうち2から6までを抜いた32枚のカードを使用する。それ以外にチップとチップを置くための専用のボードを使用する。チップを入れるための穴がボードの周囲に8つと中央に一つ空いている。周囲の穴はそれぞれ AK9J10、結婚、シーケンスポッホに対応する。中央の穴は第3のミニゲームのためにある。 最初のディーラーは何らかの方法で決める。ディーラーはプレイごとに時計回りに移動する。まず、各競技者はボードにある9つの穴のそれぞれにチップを1枚ずつ置く。ディーラーは各競技者に5枚の手札を配り、その次の1枚を表向きにする。表向きにしたカードのスートが切り札になる。ただしトリックテイキングゲームの切り札とは多少意味が異なる。各競技者は 切り札数との AK9J10、結婚、シーケンスのいずれかが、手札の中にあった場合、対応する穴に置いてあるチップを取ることができる。したがって、切り札の K と Q の両方が手札にあったら、KQ、結婚の3つの穴にあるチップをすべて得ることができる。穴に対応するカードを誰も持っていない場合は、その穴に置いたチップはそこに置いたままになる。各競技者のうち、 同じランクのカードが2枚以上あるものだけが参加できる。ディーラーの左隣から時計回りに順にパスするか、ポッポ用の穴にチップを置く。誰かがかけたら、他の競技者は相手と同じかそれ以上の額のチップを置くか、または降りる。これを全員のチップの額が同じになるまで繰り返す。降りていないものが一人だけになったら、その競技者がチップを得る。 降りていないものが二人以上残った場合は、手を比べ合う。同一ランクの枚数が多い方が勝つ。枚数が等しい場合は、ランクが高い方が勝つ。ランクの等しいペアを持つ者が二人いる場合は、ペアの中に切り札を含んでいる方が勝つ。注意、ポーカーと異なり、ペアが複数あってもそのうち一つしか勝負には、関係しない。ツーペアやフルハウスは存在しない。 このミニゲームはカードをランクの順に出していく、ポープ上に似たゲームである。まず第2のミニゲームの勝者が、手札のうちの任意の1枚を表向きに場に出す。各競技者は、そのカードと同じスートで一つだけランクの高いカードを出していく。誰も出せなくなったら、最後にカードを出した者が、任意の1枚を出して、同様にプレイを続ける。最初に手札を、 全部出したものがチップを獲得する。ありがとうございます。